子供でもわかる歴史解説シリーズ、今回は大日本帝国の歴史を解説します。それでは早速見ていきましょう。大日本帝国とは1890年11月から1947年5月までの日本の呼び名みたいなものです。今からだいたい130年くらい前に始まって77年前に終わりを迎えました。ではどうして日本が大日本帝国になったのでしょうか。まずはその始まりについて紹介したいと思います。日本が大日本帝国という名前になったのは、今から130年くらい前に大日本帝国憲法というルールができたからです。このルールができる少し前の日本は、徳川家という武士の一族が支配していました。そしてこの頃の日本は、外国から物を売ったり買ったりすることや付き合いを持つことを禁止していました。例外としていくつかの国とは仲良くしていましたが、基本的には他の国と関わることは禁止だったのです。この状態を鎖国と言います。しかしアメリカという国のペリーという偉い人が、日本のこの辺りにある横浜という場所に来てこう言いました。俺の国と商品の売り買いをしろ。しかもなんだかとても理不尽な条件付きでした。しかし当時のアメリカは日本より圧倒的に強かったため、徳川家のトップはアメリカの圧に負けて言うことを聞くことにしました。こうして日本は外国と関わらない時期を終えて、積極的に外国との付き合いをしていく時期に入ったのです。これを開国と言います。しかしこれでアメリカの言いなりになる徳川家はもうダメだと感じた人々がたくさんいました。この人たちは徳川家の代わりに、日本から代々続いてきたすごい一族千の桶を再び日本のトップにしようと考えたのです。その結果、徳川家と天皇の間で戦いが起こり、天皇側が勝利しました。こうして日本のトップに天皇が返り咲き、天皇と新政府という偉い人たちの集団による新しい国の仕組みが出来上がったのです。しかしこの時、日本には大きな問題がありました。それは、当時の日本が世界の国々と比べて弱かったことです。日本が他の国との関わりを断って引きこもっているうちに、他の国はどんどん進歩していました。つまり日本は世界の進歩に置いていかれている状態だったということです。特に世界のこの辺りにあるヨーロッパと呼ばれる国々が他の国々を支配していて、とても強い力を持っていました。できれば日本もこの国たちの仲間入りをしたいところですが、当時の状態では仲間になるどころか支配されてしまうかもしれませんでした。そこで日本はヨーロッパをお手本にして強い国を目指すことにしたのです。そして当時の偉い人たちは、それを実現するには国のルールを作るべきだと考えました。こうして作られたルールが大日本帝国憲法です。さっくり言うと、日本で一番偉いのは天皇だよ、天皇が決めたことが絶対だよ、というルールです。こうしてこのルールが存在する時期の日本は大日本帝国と呼ばれるようになりました。さらにこのルールが始まったことによって、日本には帝国議会という新しい集団が生まれました。これは日本で暮らす人々が守るべき新しいルール、法律を作る人たちです。そしてこの帝国議会の人たちが作ったルールに従って、政府という集団がどうしたら国を良くすることができるか話し合い、それを実行することになりました。こうしてヨーロッパみたいに強くなりたい日本は、大日本帝国憲法以外にもヨーロッパからたくさんのものを取り入れました。例えばすごい機械を作る方法などを取り入れて、日本も少しずつ強い国への道を歩み始めていたのです。しかしまだ日本が強い国になるには足りないものがありました。それが領土です。当時のヨーロッパの強い国々は、周りの国を自分のものにすることで国の力を大きくしていました。でもちょっと昔まで他の国とほとんど関わりがなかった日本には領土がありませんでした。そこで日本は他の国を領土にしたいと考えるようになったのです。ちょうどその頃、日本のお隣の国朝鮮がゴタゴタし始めました。そこで朝鮮はお隣の大きくて強い国中国に助けを求め、中国は朝鮮に兵を送りました。その様子を見た日本も、朝鮮を自分のものにするチャンスと思い、朝鮮に兵を送りました。その結果、日本と中国が朝鮮を取り合って戦争をすることになったのです。これを日清戦争と言います。この戦争はどっちが勝ったのでしょうか。勝利したのは日本でした。戦いに勝った日本は、中国からこの辺りの地域と台湾という場所をもらい、さらに2億両というすごい額のお金をもらいました。一方で戦いに負けた中国は、
土地もお金も失ったので弱くなってしまいました。そこにイギリスやフランス、ロシアなどの国がやってきて、中国の土地を分けっこして支配するようになりました。さらに、ロシアは、中国の土地、満州が欲しかったのですが、そのためには、中国の領地の一部を持っている日本が邪魔でした。そこでロシアはフランスやドイツと組んで、日本に、中国からもらった土地を返せ、と言ってきました。当時、日本はこれらの国と戦って勝てるほど強くなかったので、言うことを聞いて中国からもらった土地の一部を返しました。こうしてロシアは満州をゲットし、さらに朝鮮半島も手に入れようとし始めました。地図で見ると、だんだん日本に近づいてきているのがわかりますよね。この様子を見た日本はこう考えました。このままだと、日本も、ロシアのものになってしまうかもしれない。そこで日本は、ロシアが朝鮮半島をゲットするのを食い止めることでロシアを撃退しようとしたのです。その結果、日本とロシアは戦争になりました。これを、日露戦争と言います。当時、ロシアはとても強い国でしたが、なんと日本は戦争に勝利できました。というのも、戦争中にロシアの国の中でも戦いが起きてしまい、戦争を続けることが難しくなっていたのです。そんなこんなで日本はロシアのこの辺りの土地や、朝鮮を支配する権利などをもらいました。こうして日本はアジアという地域の中でとても大きい国になり、ヨーロッパの国々と同じくらい強くなることができたのです。しかし、当時の日本は、戦争に勝つためにたくさんのお金を使ってしまったため、お金がない状態になってしまいました。しかも、戦争のために、いろんな場所からお金を借りたため、それも返していかなければなりませんでした。そんな中、世界では、第一次世界大戦という、とても、大きな戦争が起こりました。なんだか、この時期は戦争ばかりですね。しかしこれは、お金がない日本にとっては大きなチャンスでした。なぜなら、戦争に参加する国は、戦うために武器が必要だったからです。つまり日本がその国たちに、武器をたくさん売れば、一気にお金を稼ぐことができます。こうして、日本国内には、外国向けに武器を売ってものすごい額のお金を手に入れたお金持ちの人々が現れ始めました。さらに日本はヨーロッパの国々が戦争をしている間にドイツのものだったアジアや太平洋の地域を手に入れました。しかし、ここから日本はちょっとずつ悪い状態になっていきます。まず戦争が終わったことで、これまで戦争をしていた国々が、再び貿易をするようになりました。すると日本のものが売れなくなり、日本の商品の値段がものすごく下がりました。そして、次に、日本で、一番大きな町、東京が、地震で大変なことになりました。これで、東京の機能がストップしてしまい、日本はさらにお金がなくなりました。さらに日本の偉い人がうっかり言ってはいけないことを言ってしまい、日本がパニックになってしまいます。そして、極めつけに、今度はアメリカでお金がなくなってしまったことで世界中が大混乱しました。世界で大きな力を持っていたアメリカは、いろいろな国とお金のやり取りをしていたので、アメリカのお金がなくなったことでその巻き添えを食らったのです。そしてもちろん、その影響は日本にもやってきました。こうしていよいよ日本はとんでもなく貧乏な状態になってしまったのです。この頃の日本は、仕事がなくなった、人や食べるものがない人が増えるなど、国全体が貧乏な状態でした。早く何とかしないと、もっと大変なことになってしまいます。そこで日本は、満州を攻撃することにしました。お金がない状態を何とかするには、日本の土地を大きくすればいいと考えたからです。こうして日本は満州を支配するようになりました。しかし、このせいで、日本は、他の国々から悪く言われるようになり、その結果、国際連盟という国同士の集団から仲間外れとなってしまうのです。そんな中でも日本はさらに、中国の南を支配したり、さらにその南にあるフランスの土地を奪ったりして、どんどん国を大きくしていきました。こうして日本はものすごい大きな国になりました。そして、この頃、世界では、第二次世界大戦という非常に大きな戦争が始まっていました。日本はドイツやイタリアと仲間になったことでその敵であるイギリスやアメリカと敵同士になります。そしてこの頃のアメリカは日本がどんどん国を広げることが嫌だと思っていました。そこでアメリカは日本に石油を売らないことにしたのです。日本はもともとアメリカから石油をたくさん買っていたのでとても困ってしまいました。石油は船や飛行機を動かすために大切な燃料です。これがなくなってしまうと、日本の軍は弱くなってしまいます。そこを、他の国に攻撃されたら一巻の終わりです。
そこで日本はアメリカと戦争をすることにしました。これを太平洋戦争と言います。日本はこの戦争でもアジアのたくさんの地域を自分のものにしてどんどん国を広げていきました。こうして最初は有利だった日本ですが、だんだんアメリカに押され始めてしまい、気づいたらものすごい不利な状況になってしまいました。さらに日本の仲間だったイタリアやドイツなどが降参し、アメリカが日本に原子爆弾を落とし、さらにロシアまでもが日本の敵になるという最悪の事態になりました。さすがにこの状況ではもう戦えないので、日本も降参することになります。この時に大日本帝国は崩壊しました。こうして日本は戦争に負け、これまで持っていたたくさんの領土が一気になくなりました。また日本は戦争でお金や物が足りない状態であり、アメリカの攻撃によって町が壊れた状態になっていました。そしてそんな日本はアメリカの支配を受けることになり、日本のルールも大日本帝国憲法から日本国憲法に変わりました。これまでのルールでは天皇が一番偉いことになっていましたが、これからは国民、つまり私たちみんなが国の政治を決めることになりました。こうして大日本帝国ではなくなった日本は新しい日本として生まれ変わったのです。